疲れたな。少し蒸し暑いか。22度でいいや。ライトチェックはよしと。あ、読書灯があるじゃん。あ、そうだ、手洗わないと。手洗い大事。あいつと会うのはもう1年ぶりなんだな。帯広の天気良くてよかったや。5時過ぎか。6時まで少し時間あるな。ネットも大丈夫と。いやー、二日酔いにはなりたくないから、これ飲むか。グビ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 。お、すっかり暗くなっちまった。あれ、待ち合わせの店には分からんぞ。北のうまいもん通りか。あ、あった、ここだここだ。おいっす、1年ぶり。アルコール摂取も1年ぶりだな。カウンターのみの落ち着いたお店。ここなら俺一人でも来れるかも。メニューもいろいろなジャンルがあってどれもうまい。ショートホープ、店名の由来はタバコの名前だよな。近くにもチェーン店が何軒かあるみたいだな。お前普段から酒多いみたいだけど大丈夫な。俺も甘いもの多いけど今んとこ平気だわ。あれ、何杯なんだっけ俺。まあいいか。いや、うまかった。2軒目はここにするか。せっかく帯広来たんだし長屋もやっとかないとな。よし、ワインにしてみるか。このお店さ、一回来たことあるよな。いや、あると思うんだよな。前の前ぐらいに多分。ラクレットに生ハム乗せるとうまいらしい。あれ、俺酔ってる。このヨーグルトの酒うまいな。名前は子だからか。大人のお店でフィーバータイム。おっさんの締めはそばだよな。ここの蕎麦居酒屋は昔一回来たことあるな。その時はしゃぶしゃぶかなんか食ったか。あれ、締めのはずがでけえ食器頼んじゃったや。一年ぶりの酒だからすげえ弱くなってんのかなと思ったけど、案外変わってないかもしれないわ。お前このまま帰んの？いやー、俺まだ行けちゃうかもしんねえな。おかわり入ります。久しぶりに一人で飲んじまったな。もう2時過ぎるか。明日は二日酔い用でもう一泊取ってるから、ホテルに戻ってゆっくり寝るとしよう。
気持ち悪い。10時だってよ。やっと少し動けるか。ひとまず風呂入ってすっきりしよう。今日お初の飯が到着と。この店すげー近いんだけど、いやちょっと今日は行く気力がねえや。まずは大量の野菜からいただきます。これだけで腹いっぱいになりそうだな。ぶつ切りのゴロッとしたチキンにピーマン、ナスビ、カボチャなどなどか。ではではいただきます。うめえ。なんだろうな、辛さ1にしたのもあるんだろうけど、優しい味がする。弱った胃腸にちょうどいいや。そういえば昔よく飲んでた時は二日酔いといえばココイチのカツカレーかスープカレーだったな。なんでカツカレーだったんだろう。いやそれにしてもうまいスープカレーだ。遅い時間までやってるみたいだから今度店に行ってみようかな。ごちそうさまでした。やっと楽になった。さすがに今からどっかはあれだし、今日はおとなしく寝るとするかな。あれ？雨？飯、行くか。いやいや、朝食無料はありがてえな。これはさつまいものなんだっけか。ではでは、いただきます。ま。無料っていうから簡単なメニュー想像してたんだけど、いやいや種類も多くて食べ応えあるな。米がなかった気するけど気のせいだろうか。あ、これさつまいものスムージーだ。トロトロの、何これ、卵がうめえな。こういうの家でできんのかな。いつか車中泊で作ってみるか。じゃがいもと豚肉のやつもしっかりとした味付けてうまいな。このパンはシュガートースト。甘い。デザートはアポ。家でもほとんど毎日食ってんな。ごちそうさまでした。腹いっぱいだ。コーヒーもあって至れり尽くせりと。さてと、これからどうすかな。やべ、そろそろじゃないと。今回も楽しいお昼の夜だったな。今日はこのまま次の目的地へ行くか。帯広からだと下道通って2時間半ぐらいか。ガソリンが。いや、ちょっと入れるか。ちょっと入れるかな。すっかり160円ぐらいが当たり前になっちまったな。お、スズラン印は砂糖だ。
さーて、来週の酒井さんは？酒井、湖に沈んだ町を歩く。秘宝、道の駅が臨時休業。カメラよ、さよなら。の3本でお送りします。来週も絶対見てくれよな。